こんにちは。原作又吉直樹さんの劇場の映画を見ました。結論から言いますと、人間失格とか好きな人が楽しめる映画だと思いました。でも僕はこの映画がいいとか悪いこととかじゃなくて、自分の好み的に明るい映画の方が好きなので、この映画はかなり面白いとは言えませんけども、この映画がつまらないとかそういうのはありませんでした。ただ好みの話で、ちょっと僕にはちょっと違ったかなと思いました。でもいい作品です。ちょっと好みの問題です。でもこの映画のラストはなんか良かった感じで終わってくれました。余談ですけども、実はこの映画、映画館で見たわけではなくてですね、 Amazon プライムビデオで見ました。しかもこれ最近1年間無料で契約しているので、実質タダで見ました。この劇場っていう映画は2020年7月17日の公開なのに、なんでか知らないんですけども、 Amazon プライムで、無料で見ることができたので、すごいなんかお得な感じがしました。ということで、今回はなんかその映画館の周りの観客のネタはちょっとないんですけども、人間失格とかなんかそういう話が好きな人はきっとこの映画は面白いと思いました。ということでおしまいです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。では失礼いたします。